はい、皆さんどうもこんにちは、クロールです。今回は巨大フシバナと巨大カメックスの巣穴の場所の説明をしていきたいと思います。ではね、早速ね、ここなんですけれども。はい、まずは最初、こちら、巣穴の場所です。巨大フシバナね。巨大フシバナは太い光の柱からしか出ません。ではね、こちら場所を解説していきたいと思います。まず、こちらのタウンマップを見てもらいます。はい、集中の森でございます。集中の森から、こちらね、戻ってみます。一番ここはね、わかりやすいかと思います。さあ、どんどんね、戻っていきます。まずはね、出ますね。はい、左に行ったら、こちらね、清涼湿原になります。地図で言うと、ここですね。まずはね、一礼の原に飛んでもらいます。で、ここから自転車に乗って進んでいきます。全然進んでいきまして、まっすぐ行きます。まっすぐ。森までね、突き抜けていきます。まあ、森の場所はどこかっていうと、ちょっとね、わかりにくいかもしれないですけど、まあ、まっすぐね、この道なりに進んでもらいます。すると、右にね、こういう風に、バカッとね、開いてるとこありますんで、ここから入ります。清涼湿原から入って、こういう風にね、池があります。ここわかりますかね？進んでいくと池がありますので、はい、ここが巣穴でございます。まずはね、巨大フシバナ、戦っていきたいと思います。さあ、はい、すげえ巨大不思議バナナ。心なしかさ、色が違って見える。早速ね、ゲットしていきます。はい、ゲットしました。はい、報酬はね、こんな形になっておりますね。さあ、ちなみに巨大不思議バナなんですけども、夢特性もゲットできますので、ちょっとね、特性見ていきましょう。どうだ、ヨーロクソ来た。こちらね、隠れ特性の揚力層来ましたね。こういう風にね、隠れ特性もゲットできます。さあ、次は巨大カメックスの巣穴の場所を説明していきたいと思います。さあ、着きました。ここはね、巨大カメックスの巣穴の場所です。もうね、出てるんですけれども、こういったシルエットになっております。さあ、まずはね、場所なんですけれども、こちらガラナツブレスをね、もらえるお姉さんのところの巣穴でございます。この島にあります。ではね、戻っていきたいと思います。さあ、まっすぐね、駅に行きましょう。駅がね、だんだんね、見えてきます。はい、まっすぐどんどん進んでいきます。はい、すると一礼の原に着きますので、駅まで行きましょうか。はい、こちらが駅でございます。駅に空を飛ぶで飛んできたら、一礼の原の鎧島駅に飛んできたら、右の方を向いてトンネルがある島ですね、あそこまでダッシュで直線に走っていきます。はい、だんだんね、近づいていきましたね。少し遠いんですけれどもね、ここの島に巨大カメックスは出ます。はい、ロトムもいるんですけれども、気にせずにバトルしていきます。さあ、バトルしましょう。うお、かっけーすげー、めちゃくちゃかっけーやばー、ごついなぁ。甲羅に大砲がめっちゃ刺さっとる。いや、生えてるんかな、あれ。すごい、なんかあれ、イソギンチャクみたいな感じ。ね。なんか貝殻に生えるイソギンチャクみたいな装備してますね。よいしょ、捕まえました。さあ、これが報酬ですね。特性を見ていきましょうか。さあ、特性が雨受け皿なら夢特性。おー、来たー、夢特性、やったー。ということで、夢特性巨大カメックスがゲットできます。はい、ということで今回は夢特性フシバナと夢特性カメックスの巣穴の場所を説明していきました。大スープを使って巨大個体にするのもいいんですけども、いかんせん大キノコは集まりにくいんですよ。大キノコ3つ使って巨大化できるんですが、それがね、手に入りにくいので、ぜひね、それが難しいという方は、こちらの方法でゲットするのをおすすめします。それではこちらの動画、少しでもいいねと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。またな。